お疲れ様です。優勝おめでとうございます。戦国加賀百万石杯の優勝は未明です。俺だ。おめでとうございます。ちょっと待って、俺だ。イエーイ、ありがとうございます。印象に残った対戦相手とはいますか？ボンズ師匠。ボンズさんまあ、ボンズさんですかね。ボンズ戦ってないでしょ。やっぱ戦いはやっぱ前夜から始まってるから、はい、やっぱ決戦はね、はい、多分あの温泉のね、はい、あの下りですよね、峰君。ボンズさんも一応よかったらちょっと。いやちょっとよかった。いや温泉の下り。これも結局 YouTube 上げるんで。なんだよ。ノーカットじゃん。結局ノーカットじゃん。ここで外しますよ。外しますよ。本当に10万再生したら。徐々にね。徐々に。約束してくださいませ。前約束だ。そう、だから徐々にじゃなくて徐々にの1個選んでしたっけ。分かりました。じゃあこれ。優先定。分かりました。決定だ。これ戦国28章の時。はい。そうか。優勝したら、はい、詐欺に怒るよって言って。俺2週間詐欺いる。分かりました。じゃあこれが10万いったら、はい、じゃあ徐々におごります。徐々に。はい。何？やべえ、だって前怒ってない分1個ランク上げましょう。状態でスタート。そうそうそう、なんかゼロみたいな言い方してるけど、一旦こういきましょう。ゼロちゃうっすから。分かりました。じゃあ10万再生でみんな、それはまた YouTube に上げますので、はい、みんなの協力、はい、ぜひ本当にあの吉田におごらせるぜ。お二人で、マジで。あと友達一人ずつ呼んでね。もちろん多分別に貸し基地なんで、貸し基地やで、ね、友達一人ずつ呼んで今いい。ちょっと、まあ、ボンさん、あのそれは分かったんで、はい、その温泉の温泉の売る話。はい、俺たちが、まあ、新平だと俺がお風呂入ったわけ、はい、温泉に、はい、で俺の偏見でね、似てってなんか温泉みんなとこう来ないイメージだなと思って言ってたんだ。で俺だから新平だと出たわけ、体拭いてる時にミステリオとミステリオのマネージャーと夢を着て、えみたいな、これ来るタイプじゃなくないみたいな。そしたら、いや確かにそうなんですよみたいな、でもお前らさみたいな、チンチ隠すだろみたいな、隠すだろみたいな、いやみたいな、隠すっすけどね、どっちかというとっていうくだりの中で、もう身の一番に着替えてタオルでも隠したミステリーがいたから、何それみたいな、いやじゃあほんまにこれはちょっとみたいな、隠すなよって言ってました。めちゃめちゃ言ったのに、いやこれはほんまにリアルに、あのほんまにみたいな、結構マジトーンって言われたから、多分あいつもうね、ちょっとこれ何の話なんだよ、これ何の話なんだよ、もう本当にもうリアルで言ったらもうこれだから、ね、ちょっと押さえかけてくれないとダメだよ、俺の親指をね、ちょっと待ってください、お願いします。あのそれが優勝につながった、つながったそれがね、苦戦開始になりました。分かる。で、そういう話をしてて、いや、こうイケメンじゃん、はい、いや、こいつと思ったらやっぱ、体も結構めっちゃ細いっす、細いんだけど全然太らない体質だくせに結構筋肉質でいい話したわけ。だから全国の話してるのは一回その、だからでもいけるのかもしれない、うん、よくないだからこぞってあの言って、あのあれだったら俺つなげるし、どの立ち位置なんですか、あのそれは水くせえだお前。ありがとうございます。本当にそういうくだりもあった上でカクカクしたんで、また優勝ですわ。はい、有名ですわ。うん、ちなみにこいつでかいですわ。やめてください。じゃあ今日の、はい、あの勝因を教えてください。今日の勝因は、はい、温泉やっぱ行ったことです。温泉でほっこりした気持ちで次の日に臨めたと。これです。分かりました、はい、苦戦した相手は、苦戦した相手は、いやベスト4からどっちもきつかったんですよ。それは新鮮さん、きつかったっすけど、まあいい感じで1回戦から楽しかった。1回戦第1試合に呼んでくれてありがとうございます。やりやすいです。じゃあというわけで、じゃあ告知と何かありますか。告知あるのなんかな、7月8月は結構いろいろまあいろいろあるんで、はい、ツイッター見てください。あと30勝取ります。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。お疲れです。以上でございます。